こんにちは。ちは新生大砲研究会会長、えー、佐々木英道です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。しますで、まず、宮本先生っていう方からの出会いなんですけど、その先生が。僕の師匠ということで。まあ、僕はもともと薬剤師で。うん、なんて言いますか、薬っていうのを使ってて。結局、何がきっかけかっていうと。ある、元気のいいおばあさんがですね。薬を。 先生これ薬見てくださいと来たわけですよ。でそのおばあさんに言ったと僕が「おばあちゃんこんなに薬飲んでてねお腹いっぱいなんないいやーほとんど捨ててるのよ」でまあ薬剤師としてがっかりしましたねまああまりその批判っていうのはするわけではないですけどももちろん薬っていうのは必要ですそういう時症状にはね。ただ えー、そういう感じでそのおばあさんが一つはきっかけとしたとその時に新生体法今日ちょっと説明しますけど新生体法との出会いがから始まっているわけですよ佐々木マニュペーション法の中でさっき説明したあ今日やりますねマニュペーション A これ60種類以上あるんですけども今日はあの腰部と、えー、骨盤ですね骨盤の操作法をやります新生体をちょっと説明させていただきますと ね、さっき言ったように「薪きの出版」で「一瞬生態、まあえー」名前のごとく一瞬で歪みが取れるっていう,う体操法ですあの橋本慶三先生が作った言葉なんですけどもまさに動かしてみるだから鍼灸師の方はあでしょ脈診とか僕も鍼灸師ですけども脈診とか問診とかありますよねそれに新しく動診動かしてみるってを加えたと。で もう一つはもちろん歪みをですね自分で検出できるね自分で歪みを消せるでその特徴的もう一つ特徴的なのはき記号化したってことですね例えばこれですね表を用いたっていうことなんですよ記号化してそうすると例えばですねこの一番左にあるこのボックスっていうか枠に入れるのは実。 ひ。ね。ひらがなの右、ひ。ね。ここが。右。左。こっちはやりにくいですか。どうしようか。どっちはこっちやりにくい。こっちはね。開きます。で、左の足先を中に倒して。で、ちょっと上げます。で、ストーン。だから、最大緊張と最大脱力が起きる、はい。これが面白いですよ。どういうことが起きるか。 はい、楽になったでしょう <laughs> これをぜひ使ってもらいたいと思いますで腰痛1番から調べていくんです何を調べるかっていうと、まあ、筋肉テストみたいなものなんですけどもその強弱性を調べます今日皆さんもちろん腰が悪いとかそんなの関係なしに、あのー、練習なんでどちらかというとこっちが弱いとかっていうふうにメモしてください4本の指を上に配屈させますこっちは弱いですかねちょっとね ね、聞,聞いてあげてもいいですねその感覚として力が入んないだから分かんない場合はどっちがやりにくいですかとか聞いてあげてくださいこっち L5 左 L5 ですねだいたい左が多いじゃないですかこれだけで次に先頭関節どうでしょうか右いいですね取りましたねこんな感じですそして こっちらの足をこうやってさするとこちらを伸ばしたまま上に天井の方に上げてください右足をそうで下げるで今度こっち左を伸ばしたまま天井の方に上げていきますとどうですかどっちがやりにくいですかって聞くんですね左ね左がやりにくいこっちら観測なんで左左こう引っ掛けこれは腰椎5番に似てるじゃないですかでは伸ばしたまま上げてください、うん、はい左 どうでしょうかほらこんな上がっちゃったっていう、ね、これが仙骨調整法簡単でしょうであの症状としてあの左肩肩がが上がってててい右肩が前に出てるっていう,こ,う,いう症状です、ね、これをじゃあどういうふうに操作するかっていうとオーソドックスにいてこれパッと見た瞬間首が随分操作しているような関与しているような感じに見えるんですよ だから心静体法でいうとあの頚椎と胸椎をちょっと調べていただいて右の方が動かしにくいように見えるじゃないですかで左やって左の方がずいぶん動いてるんですほら、うん、だけどこの方は左の方がやりにくいまさに首が影響してるんですよ、うん、で問題なのはポイントはですねいいですかこの狭さ関節で検査関節をさすと同時に圧迫を加えるんですよじーっと12345ぐらい すんごい楽でしょスッとねねえ、うん、そう胸を張るってね<や>黄金の胸をってあのしません <laughs> 足の裏からっていうかもう先日の僕大体全部終わった後にあの側関節を調整します必ずというのはありがとう腰は楽なありがとうございますって歩いた瞬間に側関節の左右線あるとここでも歪みが生じるのねっ じゃあ、一つ、だ、それを検査してみましょう。じゃあ、ちょっと、ちょっと、やってみます。